ウラレポ音声レポートウララジです。ウラレツは今週末土曜日にホーム埼玉スタジアムで湘南ベルマーレを迎えての一戦となります。リーグ戦も余すところ残り3試合となりました。今日も河合隆子さんに聞いていきたいと思います。高根こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早いもんでもうあと残り3試合ですね今シーズンは。いやーもうなんかコロナでねずーっとなんかこうモヤモヤしながら過ごしてきたシーズンだったなって、そのモヤモヤがもうピッチの中でもモヤモヤしてたっていう、もう本当に歯がゆい、はい、これコロナがなくってあの湘南戦で開幕迎えたじゃないですか。そうでしたね、うん、あの時もう本当競り勝つような試合だったけれども、うん、もう1点取られたら2点3点取っていくっていうねすごいアグレッシブな姿勢をね、はい、今シーズンこういう戦いするんだよっていうことを見せた試合だったんですよね、はいはい、あのままコロナで中断なければ、うん、結構いいとこまで行ったんじゃないかなとかね、うん、なんかいろんなことを思うと、はい、もう悔しくって情けなくって、うん、なんだろうって思いながらも次節湘南戦、はい、残り3試合、はい、大槻監督体制の下で、うん、今いるメンバーで戦えるラスト3試合ですよ。そうですね。どういったことをピッチで見せることができるかっていう、うん、で今日金曜日ということで、はい、大槻監督のあのズームの定例会見が行われたんですけれども、はいはい、うん、そこの中で大槻監督もうだってクラブの目標としている ACL、うん、ね、出場権も、はい、場権、うん、完全にこの間の鹿島戦でなくなっちゃいましたからね、消滅しましたし、うん、得失点差2桁って言ったって今マイナス9ですからね。ちょっとね、2桁プラス2桁は厳しいですもんね。もう、うん、これももう消滅したとしか、はい、現実的に、ね、言えない、うん、厳しい状況の中で、はい、モチベーションというのが非常に難しい、うん、でもそこはプロフェッショナルな仕事として、うん、しっかりと 100% 注ぐこととして表現しなければいけないっていうふうに、はい、今日大槻監督はズームの会見でおっしゃってまして、うん、はい、でそこの中でこう個人の価値を、はい、さまざまな人に見てもらう場だということも一つあると、うん、はい、で個人だけでなくグループとしてチームとしてもたくさんあるけれども、うん、選手個人個人に訴えかけて自分たちの持っている全てを見てもらうこ、はい、ところは譲れないっていうふうにおっしゃったので、うん、なるほど、まあ、選手のキャリアが上がっていくことを、まあ、はい、残り3試合重要だっていうふうに大槻監督はおっしゃってましたし、うん、その一人一人がそういうモチベーションを上げることによって、はい、自分の価値を上げるっていうプレーをすることが大事だと思うことによって、うん、チームの底力がこう上がって、うん、チームとして、うん、まあ、しっかりと勝つっていう結果を残すっていうところにつながっていってくれればなっていうふうには感じますよね。なるほど。火曜日の、はい、公開練習、湘南戦に向けての公開練習、はい、見てきましたけれども、はい、ちょっと気になるのが、うん、怪我人がボコボコっと出てきてるかなっていうような、さすがに終盤戦に向けてちょっと怪我人が増えてきてますかね。そうですよね、あの、はい、柏木選手もね、はい、あの本当はオフシーズンに手術をする予定だったそうなんですけれども、ほう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 、もうちょっと前倒しにして、はい、今回、まあ、有利体の手術を行ったっていうことですし、はい、まあ、2週間っていうことなので、はい、今シーズンはもう厳しいですかね。厳しいですね、うん、12月1日でしたっけ手術したのが、はい、だから最後の試合札幌戦、まあ、間に合うかどうかぐらいのレベルですもんね。どうか、で青木選手とトーマス・デン選手が別メニューだったし、はい、伊藤朗選手も右足打撲で室内調整 でしたし、うん、まあ、レオナルド選手は湘南戦出場停止ですけれども、はい、累積で、はい、でも右足打撲で本当痛そうだなって、うん、
って見てても、リハビリする姿を見てても、痛そうだな、大丈夫かなっていうような、で、ね、本人がこっちに向かって、ちょっと痛い、でも大丈夫みたいな、片言の日本語で言ってくれたんで、はい、まあ、川崎戦には復帰してくるかなっていうふうには思ってます。はい、でその練習の内容でしたけれども、はい、結構攻撃面に重点を置いてましたね。なるほど。できればこう中でボールを動かしながら、うん、ディフェンスをつって、はい、こうサイドの裏をつくっていうようなイメージで、でその斜めの例えばボランチから斜めの飛ばしのパスをディフェンスの裏に入れて、はい、まあ、そこのスペースに走り込んでからの、うん、こうゴールライン際からのマイナスとか、うん、もしくはこうエリアの中にクロスを入れていくとか、うん、なんかこういろんなイマジネーションで攻撃の組み立てをやってましたね、はい、問題はどこでスイッチを入れるかなんですよ、うん、ボールを中盤でポゼッションして、はい、その斜めに行くっていうところのスイッチの入れ方っていうところをすごい求めてましたね、うん、でそのスペースを空ける部分でも、はい、アクションを起こさなければスペースが空かないよっていうようなことを、大内監督は口を酸っぱくして言ってました、うん、で今日のズームの会見の中でも、はい、大槻監督は、うん、湘南戦に対して、はい、こう湘南のイメージの部分で、うん、噛み合わせは当然あるし、システムを大きく湘南さんが変えてくるとは思えない、うん、どこが空いてきて走れるスイッチが入れられるか、はい、ボールを取った時に有効な手段は何か、うん、っていうのをトレーニングしますし、うん、表現の回数が多くなるところを目指したい。で湘南は勢いがありランニングをするチームだ、うん、でこう立ち上がりからもさ、はい、結構来るじゃないですか。そうですね、試合の入りからガンガン、うん、矢のように、うん、そうですね、でそこの部分も入りからすごく勢いがあるチームなので、うん、しっかりと向かっていかなければならないし、うん、注意して進めたい。なるほど。その上で空いてくるところを見極めて、我々がボールをしっかりと幅へ運ぶ、うん、ゴール前へと送り込むところを表現できるようにやりたいっていうふうにおっしゃってたんです、うん、あ、まさしくこれ火曜日の練習だなっていうふうには、うんうん、思える部分でしたね、うん、湘南はい、3バックですもんね、多分ね、うんうん、だから3バックのそのスペースの裏をね、うん、本当についていきたいですよ ね、うんうん、ただ中を締めるようになっちゃうと、はい、ちょっと厄介かなって、うん、だからどれだけ引っ張り出すことができるかですよね、うんうん、であとは湘南はボール奪ってからがものすごいもう、はい、こんなに出てくるのゴール前にっていうぐらい、はい、ダーッといい、もう浦和レッズは槍っていうふうに私よく、はい、手の選手のこととか表現しますけど、はいはいはい、槍じゃないんですよね、向こうは何本もの、うん、もう矢ですからね、鋭い矢、うん、矢があっちからこっちから飛んでくるっていうね、ビュンビュン飛んできますから、うん、そこをね、いかに攻守の切り替えで負けずに擬人早く、うん、かっていうところが大きなポイントになってくると思います、はい、なるほど。あと大原ではあれですよね、柴戸選手が怪我から復帰、そう、うん、柴戸選手がやっと怪我から復帰してきましたので、はい、完全合流したので、うん、来るかなっていうふうにはちょっと思いますし、はい、怪我人の部分では、はい、だいぶシーズン終わりに差し掛かってきて、はい、怪我人も出始めてるっていうふうに大槻監督おっしゃってまして、はい、それほど多くない選択肢の中でしっかりとチョイスをしていきたい、うん、なる、出てくる選手が今までやってきたことを表現してくれる場にしたいし、うん、フレッシュな選手ももちろんいますっていうふうに、ね、うん、ちょっと含みを込めて、うん、これは若手という意味のフレッシュなのか、うん、もしくは、はい、ベテランの阿部ちゃんという選択肢のフレッシュなのか、なんか
コンディション的なフレッシュなのか。武田選手がね、この前の、あの、記者会見も武田選手が出ましたけど、これは絡んでくるチャンスがやっぱある雰囲気があるんですかね。私はあると思いますよ。ある。